月のフレッシュマンは阿蘇市黒流れで今年4月から新たに収納されたフレッシュマンをご紹介します。よろしくお願いします。はい、じゃまずお名前と年齢、そしてお住まいの地域を教えてください。岩永和也、20歳です。阿蘇市山田黒流れに住んでます。岩永さんは今年の4月から収納されて、で今日はねその畑というかあのトマトハウスにお邪魔してるんですが、あの普段は何を作ってらっしゃるんですか？普段は主にミニトマトを作ってて、それとお米、大豆、麦を育ててます。はい、岩永さんがその収納するに至った経緯といいますか、まあ、高校時代とかからもうこの道っていうのは決めてらっしゃった、はい、高校を卒業する時ぐらいに農業大学に行こうと思って、収納するために農業大学を出て今年から収納しました。ちなみにその岩永さんのお宅というか、まあ、お父さんたちも農業されて？そうですね、父と母2人ともやってるので、もうそれを手伝おうかなって感じ。はい、あの農業の魅力っていうのはどういったところですか、実際に働かれてみて？そうですね、自分で考えてやるので、その自分のやり方次第ではもうお金も儲けれるし、逆に悪かったらダメだし、自分の力次第って感じがいいですね。あのね、トマトも今ちょっと赤く色づいていますけれども、これが初めての収穫というか収納されて？そうですね、はい、どんなお気持ちですか？まあそうですね、初めてなんで、まあ赤いのを取らなきゃいけないんですけど、もうなんかどのラインからが赤なのかとかがちょっとわからないんで、これから勉強しておきたいです。じゃあ、 あの少しプライベートなこともお聞きしたいんですが、岩永さんまだ20歳ということで、この前成人式そうですね、だったんですね、はい、今年の1月に成人式迎えられたばかりなので、また結婚願望とかはそこまでないですか？いや、早く結婚したいです。じゃあどんな人がタイプですか？自分自身歌を歌うことが好きなんで、一緒に歌を歌ってくれるような人がいいです。じゃあそんな人と、まあ、デートするならどこに連れて行きますか？阿蘇市とか、まあ、他の地域でもいいんですけど。そうですね、まあ、USJ とか行きたいですね。ね、あの実はですね、事前にアンケートを取ってたんですけど、ハリーポッターの映画のセリフが言えるということで、それ USJ なんですね。そうですね、USJ 行きたいです。ちなみに映画のセリフって例えばどういうことが言えるんですか？まあ、あの守護霊の呪文っていうのがあって、すごい有名な呪文なんですけど、言います？言ってみましょうか。どうぞどうぞ。エクスペクトパトローナーム。なるほど、これね、あの映画で何回も出てきましたもんね。じゃあそういうモノマネも、あのね、お付き合いした人には披露してできると。ありがとうございました。じゃあ最後にですね、岩永さんの、まあ、お仕事の魅力だったり、あの見ている皆さんに PR をカメラに向かってお願いします。今年から収納したんで、もうしっかり頑張って、うちは福岡とか大阪に出荷しているので、もう全国の方に食べていただけたら嬉しいです。あの美味しさの秘密とかって教えてもらえますか、トマトの？うちは肥料に糖蜜っていう液を使ってるんで、もうそれを流すことによってトマトの糖度が上がったりするので、そこですかね。じゃあなかなかね、熊本では出回ってないということですが、ぜひ東京とか大阪の皆さん、熊本のトマトを見たら岩永さんの顔を思い出していただきたいと思います。今月のフレッシュマンは今年4月から新たに収納された岩永さん、ご紹介しました。では最後に、フレッシュマンポーズいきます。せーの、フレッシュマン、さよなら。